東日本旅客鉄道 JR 東日本物流株式会社 JR 東日本物流は東京都墨田区に本社を置く東日本旅客鉄道の物流市会社保有車両の例コンビニエンスストアニューデイツロゴが記載された車両マスコットイー、e、ロくんが描かれた車両グループ会社東日本物流サービスの車両前身は1949年創業の 東京鉄道荷物株式会社であり、かつては国鉄の小荷物輸送を担っていたが、国鉄分割民営化に伴いその事業を承継して1988年10月1日付で設立された。現在は JR 東日本の駅構内物流や鉄道資材輸送等のほか、3PL 事業者として、 親会社以外の一般顧客からの物流業務も受託する総合物流業者となっている。JR 東日本グループの一員であることから、駅構内や駅併設の店舗に対する食品物流業務を受託したり、首都圏と東日本各地を結ぶネットワークを有する JR 東日本グループの特徴を活かして、資産品物流専門会社を設立、さらに、 当日朝収穫された野菜を新幹線で、首都圏に運ぶ試みに参画するなど、鉄道会社の物流主会社という立場を活かした取り組みを行っている。駅路地センターは、旧東日本キヨスク系列の東日本駅配送サービスを2007年に、九州合併、鉄道駅構内支店を経て再編に AB、ご挨拶、会社概要、JR 東日本物流、 2020年12月5日閲覧。AB 株式会社 JR 東日本物流第91期決算広告。JR 東日本物流のチルド物流事業が拡大。将来的には外販も。カーコジャパン。2020年12月5日閲覧。JR 東日本地産品専用の物流会社設立。高速バスのトランクも利用。ロジスティックスパートナー。 2020年12月5日閲覧 JR 東日本物流地域活性物流スタート青森から第1号便物流日本新聞社2020年12月5日閲覧 JR 東日本 JR 東日本物流などが朝トレ野菜を新幹線でお届けカーアッコジャパン2020年12月5日閲覧ビューカード会員限定特典 ビューカード。2016年8月15日閲覧。JR 東日本物流。館内物流初めて住宅。物流日本新聞社。2016年8月15日閲覧。プロロジス。プロロジスパーク市川2で株式会社 JR 東日本物流と賃貸契約を締結。プロロジス。2016年8月13日時点のオリジナルより。 アーカイブ2016年8月15日閲覧総合研修センターを開設しました JR 東日本物流2016年9月2日閲覧 JR 東日本物流総合研修センター開所厚い物流魂体現、物流日本新聞社2016年8月15日閲覧平成16年3月期決算単身 東日本旅客鉄道2020年12月5日閲覧9母大国不動での仕分け作業をオープニングスタッフ募集開始 JR 東日本物流2016年9月2日閲覧東京ステーションシティクラブ東京駅で働く人 JR 東日本物流編東京ステーションシティ運営協議会 2016年8月22日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年8月15日閲覧ありがとうございます。